この匂い美味しそう。回収しておこう。何か落としたモンスターがいるぞ。少しお腹が空いたかも。みんなの情報を整理しよっか。
廃棄予定だったこれを使いたがる方がいるなんて、あえて推挙と言わせていただきましょう。捨てるだなんてもったいない。なんであれ使いようあるもの、人も命もですわ。わい、なるほど。でどのような使い方をなさるのですか。ロストナンバーズ、シティの者たちに。ですがあの者たちから命は取れない。存じています。だから競わせるのです、兵士たちに。倒れた者の命を蓄積するこの相当の日時計、最後まで立っていた者へのご褒美として。ほう、よりすぐりの若者たちが競い合う。素晴らしいとは思いません？そういう間柄なんだ。ランツ君は物好きだね。6人か。6人って？ウロボロスの候補だよ。あんだけいてたった6人。ああ、確かモニカがそんなことを言ってたな。ちょっとがっかりしたよ。何を？ここにも優劣があるって分かってさ。同じだな俺たちと。何にだって向き不向きはある、当然じゃないか。まあそうなんだけどよ。腹減ったな。なんか食いに行かねえか？賛成だ。商店街にバスティールのお店見つけたんだけど、そこどう？バスティールか、いいね。なんつ？ああそうだな。
間柄なんだ。な、お前またやってるのか。大通りでの芸は禁止。何度言ったらわかるんだ。こんなとこで遊んでるからだぜ。訓練はしないのか。遊んでなんかないさ。僕の仕事はこれ。仕事ね。君ウロボロスだろ。聞いてるよ。確かに君たちのそれとは少し違うかもしれないけどね。なんで怒られてた。この通りでは大道芸は禁止なんだ。大道芸？これさ、人の集まりはここが一番いいんだけどね。ああ、とはいえバカにはされてるよ。このご時世なんで戦わないのかってね。戦わなくてもいいのか。シティの兵士は志願制なんだ。結構なり手は多いよ。理由は？誰からも称賛されるから。はあ、まあ当たり前だろうな。そうかな。違うのか。優劣をつけるのは誰？仮に誰かがつけるとして、それは正しいのかな。僕にもよくわからないんだけどね。ただ、それ自分で見つけるやつが一人くらいいてもいいかなって。必要とされなかったら。不必要なものほど必要な時あるかもよ。ゆったりとさ、何も考えずに笑って生きられたら最高じゃないか。おっと、また兵士の皆さんに見つかる前に退散だ。おい、今さ、新しい技練習してるんだ。今度見に来てくれよ。じゃ。なあに、どうかしたの？いや、なんでもねえよ。ん？ランツ、警報が気になる。司令室へ行ってみよう。ああ、わかった。バスティール食べ損ねちゃったね。仕方ないさ。今は作戦司令室に向かおう。コロニーへのゆりかごの輸送？なあ、かなり大規模という情報だ。それを奪取するって？この前の時みたいに？なるほど。そのための非常招集だったと。いつ？どこで？予測では明日深夜。場所は大剣の麓ペデスト小国。
ボス、輸送部隊が野営するタイミングを狙いたいんですが。構わん、立案は任せる。というと思って準備は進めてます。バチバチ動けますよ。どうする、私たちも手伝う？ああ、そうだな。同胞だぞ。すんなりといかない場合は戦闘もあり得る。覚悟はできている。うん、ならばまた兵士たちにウロボロスの何たるかを見せてやってくれ。戦うにせよ戦わないにせよ勉強になるだろう。わかった、最善を尽くすよ。初めて見る場所だな。昔は楽だったよな。楽とは？ただ戦ってりゃよかった。何も考えず毎日。死への恐怖はなかったのか？そりゃあったさ。けど何をすればいいのかは分かってた。まさか戻りたいとか？んなわけねえだろ。気持ちの話だよ。今はもういろんなこと考えなきゃなんねえ。溢れちまいそうだ。たまにはいいんじゃねえか。真剣に考えるの必要だ。考えてねえみたいに言うなよ。今言ったばかりじゃん、何も考えねえって。昔の話だバカ。はあ、誰がバカだって？うっせえ、てめえがバカだからバカって言ったまでだ。そっちの方がバカだろ。はあ、まあまあ二人とも。んじゃ今いるここはどこだ？何地方だ？言ってみろ。それはほら見ろ、言えねえじゃねえか。バカはてめえだろ。教練サボってただけだって。俺だってちゃんと受けてりゃ。確かに楽だったよね。なら受けろよバカ。ああ、与えられるだけだったからな俺たち。君の場合はそうでもないんじゃない？え、いろんなこと考えてたでしょう。わかるんだ、一緒に奏でていると。だったらミオだって答え見つけたいね。そうだな、見つかるさ必ず。この先がペデスト小国だな。体験の目と鼻の先で野営してるんだね。それ
初めて来る場所だ。あの、ん？光栄です。あなたたちと一緒の作戦に参加できて。どういう意味だ？憧れだったんです、ウロボロス。もちろん俺なんかに慣れっこないのは分かってたけど、やっぱみんな目指してましたから、この目で見られるだけでもよかったなって。何がいいってんだ？え？俺たちはこれから仲間をやるかもしれねえんだ。お前、やれるのか、仲間を。ランツ、それは中途半端な気持ちで来てんなら帰れ。すみません、つい興奮して。とか言って、いざそん時が来たら寝返るかもしれないぞ、そいつら。俺たちが信用できないってのか？できないね。共に訓練してきたわけでも戦ってきたわけでもない。俺たちにとっちゃ大事なもんをかすめ取った奴らだからな。なら、そん時はその銃で撃てよ。背中からでも構わねえぜ。余裕だな、さすがウロボロス様。はすまない、来るべきじゃなかったかな。いや、これでいい。信頼関係とは、出すもの全てを出し切った後にこそ成り立つものだ。モニカ、親父の受け売りだよ。お前たちもそうだったんじゃないか。ああ、言う通りかもしれない。いずれ落ち着くべきところに落ち着くさ。証は目の前にいるからな。ランツ、珍しいの？見せて！な！珍しい外見だな。情報通り結構な奇数だな。でもとても静か、人影もほとんどないみたい。みんな寝てんじゃねえの？衛兵が少ないのはむしろ好都合だ。モニカ、ユリカゴはあの輸送機の中？ああ、おそらくな。降りて調べよう。右手から回り込めば気づかれずに近づけるだろう。了解だ。これって珍しいもの？
何があるんだろう。まだまだ発見がいっぱいだね。それ、この調子なら余裕でいけそうだな。油断は禁物だけどね。それ。どう？手に入れたぞ。それ。どう？はっ。それ。こいつは全部空？モニカ、ここには何もない。ユリカゴだけだ。本当か？そっちは？こっちも同じです。ユリカゴはあるが中身がねえ。モニカ、もしはめられたか。囲まれてるよ。ケベス軍か。残念だったな。てめえらの行動は全部お見通しなんだよ。俺たちは全コロニー選抜のエリート部隊よ。これまで散々好き勝手やってくれたみたいだが、今日ここでまとめて清算してやるぜ。ゲッセル。ほう、俺の名前知ってんのか。そこまで轟いてたとは光栄だね。レイラにフープも？あの姿どう見ても2期前後だ。おそらく再生されただろうな。奴らコロニー8に転属してすぐ戦死したって話だ。2期だからってなめんじゃねえぞ。選抜なんだよ、エリートなんだよ。ロストナンバーズだかなんだか知らねえが、俺たちの邪魔する奴は一人だって逃がさねえ。やがれ！
なんでとどめを刺さねえ、命が増えねえだろうが。とどめだって刺すんだよ、とどめ殺したら。そうすりゃ増えんだ、俺の命が。執政官様があの命の日時計からな、くれんだよ。色が違う。ああ、普通の命の日時計じゃないな。前のコロニーじゃ誰かに足を引っ張られたらそれまでよ。どんだけ殺したって一人の命にはならねえ。だがな、ここじゃそれがない。強いやつだけが命を独占できる。生き残ったやつだけが偉くなっていくんだ、ゲッセル。だからさ、弱えやつ全部ぶっ殺して命をくれよ。わっ、てめえ。エリートだかなんだか知らないが、あまり調子に乗らない方がいい。相変わらずだな、ゲッセル。てめえの命しか考えねえやつ。今の俺たちに勝てるわけねえだろ。聞いてねえぞ、こんな化け物がいるなんて。うろたえるんじゃありません。あんた。執政官様。やはりいたか。鉄巨人とセットみたいなもんだしな。まさかウロボロスまでとは思わなかった。索敵を怠っていた私のミスね。女か。彼らはね、対シティ特務部隊として私が丹精込めて育ててきた可愛い子供たちなの。ここまで育てるのに苦労したんだから、これからもっとたくさんの命を刈り取ってもらわなきゃ割に合わないのよ。だからてめえらはこの私が抹殺してやるよ。かかってきな。声面かくなよ。攻撃を集中させてくれ。避けられるか。ここだ。皆さん、冗談は顔だけにしてくれ。行くぞ。やってみせる。そろそろ危険だ。はあ、ここだ。ここでどうだ。避けられるか。力を見せてやる。ここだ。効かない。ここで終わらせる。皆さん、あんたね。やってみて。振り切ってみる。はぁ、私はまだいられる。回復されるマジで。これでどうだ。進ませられます。
これで決める。下なら上も上だな。ノア、命の火の系だ。ゲッセルたちを解放しろ。なんで。なんてこと。死生官様が消えてしまわれた。死生官様、死生官様、俺はどうすれば。よせゲッセル、命の火の剣なくなってんだぞ。もう戦う必要ねえんだよ。誰かの命を奪うことも、死生観から命をもらうこともね。何言ってんだてめえ。戦わないでいいってわけわかんねえよ。戦うことが全部だろ。それなくなったら俺たちどうしたらいいんだよ。なあ、どうすりゃいいんだよ。怪我大丈夫か。え、ああ大丈夫。かすり傷さえ。すげえなあんたら。俺にはあんなの無理だ。大したことねえよ。ウロボロスになりゃ誰でもできることさ。大丈夫かなあいつら。大丈夫って。あ、いや、ちょっと突き放しすぎたかなって。なあ、どうすりゃいいんだよ。
知るかよ。命は奪うんじゃねえ、守るんだ。これからはな、どう守るか決めんのはてめえらだ。そんなこと、いきなり言われたって。コロニー4、知ってるか？ああ、聞いたことはあるが。場所はフォーニス地方の中央だ。そこにいるボレアリスって副長に俺たちのことを話せ。そうすりゃ最初の一歩ぐらいは教えてくれるだろう。情報は与えた。選ぶのは彼らだ。ひどいと思うかもしれんがな。それに命の日時計を切ったのはシティの部隊を守るためでもあった。他に選択肢はなかった。干渉しすぎて私たちみたいにするわけいかねえだろ。コロニー4のことを教えたのは正しいよ。今できる最善だと思う。すがっていたものが一気に崩れ落ちたんだ。しばらくは混乱するだろうが、いずれ見つけられるさ。お前たちがそうであったようにな。僕らはまだマシかもな。あの渓谷での出会いがなければ彼らと同じように混乱してただろう。運が良かったんだ。そういえばあの時一番抵抗していたのはランツだったな。違う違う、あん時は自己紹介すんのがこっぱずかしかっただけだってな。あうっせ。ああやっぱりそんなんじゃないかなって思ってたんだ。な、な、こいつ根が単純だからさ。私と同じアルドンの肉大盛りね。なあ、すまねえな。ああ、私とんがらし抜き、野菜大盛りで。アルドンソーセージか、うまそうだな。でもとんがらしソースってのがな。お、ふわクリームスキートシロップ和え、いいじゃないか。ほう、ちょこっとソースも選べるのか。こいつは悩ましい。自分の食いたいもん食えるっていいな。え？増やしてえな、ちょっとでもよ。これ結構でかいぞ。もう一個空気かよ。あれ？へえ、うまいもんだな。違うかな。はあ？やっぱ自分なのかもな。